はい、YouTube ご覧の皆様、そして新宿駅前ご通行中の皆様、こんばんは。11月最後の日、11月30日の夜、いかがお過ごしでしょうか。明日からいよいよ今年2019年の師走となります。今年も間もなく終わろうとしておる夜でございます。さて、そんな中、本日も、ここ、新宿南口で君の会のガイドを演説させていただこうと思います。先週からあったんですが、なんか私の名前の上りが立つようになりまして、ちょっと気恥ずかしいなと思いながらも、ちょっと頑張らせていただこうかなと思います。はい、で、お題をいただいております。今週はフェイクということでお題をいただいておりますので、まあそれに絡めましたなんかお話をさせていただければなと思っております。で、最初の一つ目になるのかな、あと誰か来たら、ベースの方来たら変わるかもしれませんが、とりあえず1本目です。皆さん、共同通信社という、報道機関、マスコミと言いましょうね、一応ね、をご存知でしょうか。ここの会社、私最近ツイッターとか、速報を見るときに必ず一瞬考えることにしております。なぜか、最近やたらとここ誤報が多いからです。誤報といっても、そもそも何もない、煙も立たないところから火を起こそうとしている報道ばかり、まさしくフェイクニュースなわけであります。ただここで問題なのは、総務省であるとかお役所が考えているフェイクニュースは虚偽報道というよりは、主張や、信条を扇動することを目的とした報道内容に基づくものであるというふうに規定されております。しかるがゆえに、プロパガンダ、まあ、後ほど申しました虚偽報道もその中に含まれておりますが、それだけではなくて、他国の言っていることに、順応する、この場合は外観誘致でしょうかね、そういったような内容を含む報道、一般を指す言葉として総務省などは臆されているようであります。ならこれ当たり前なんですよね。総務省の参加機関というか微妙ですが、所管機関の一つには名高きフェイクニュースの発信元が含まれているからであります。まあ、それはまあ後々語るとしまして、共同通信の話、共同通信、実際昨日今日の話ですけれども、やらかしましたね。はい、これもフェイクニュースだというふうに官邸側から否定を食らっております。何か、国連総会で安倍総理大臣の演説が断られたんじゃないかっていうニュース、私これ第一歩見た時に直気あるかいと思いました。はい、まあ、まずそもそもとして、これ9月のって書いてあるんですけど、いつの9月ですかね、この9月、来年の9月、まあ、先の話の演説の日程組むわけないだろう、前の日程だったら特に終わっとんやないかいだし、たとえそうだったとして、日本という、まあ今は3位ですか、世界第3位の経済大国である日本の、首相たる安倍総理の演説を断る理由が果たして国連にあるのかと、たとえ間違いなものであったとしてもおそらくやることでしょう、だって中身まで話さないんだもん、こういう趣旨だって、何々総会じゃない場合、何々委員会、何々理事会でやるときは当然その趣旨に沿ったことを言うわけですから、それほど外れないわけであります。でにもかかわらず、それを断られたと共同通信はのたまったわけであります。まあ願望が入ってるんだなっていうのがすごい、一回ぐらい断られてみろと言いたいんでしょう、共同通信はね。はい、断られるところを見てみたい、断られるところを俺は見たいんだ、断られたに違いない、断られたんだって記事書いてあったわけですね。はい、本当に妄想というか頭の中で生きているのが共同通信だなと昨今思うわけであります。ここしばらく朝日よりも NHK よりも、なんと言いますか、こう突発と言いますか、論拠のない元ネタのないフェイクニュースが共同通信社に目立っております。皆さん、
共同フェイクといえば朝日、フェイクといえば先ほど言いました総務省傘下の NHK あるいは毎日新聞と思いかもしれませんが、この共同通信も立派なフェイクニュースの発信元であります。実際問題として、その直後ロイター通信経由で官邸菅官房長官が、んなことはないよと、断れたことなんかないからねっていう言が会見出ているという話が出ております。まあ、このロイター通信もいろいろ曰く付きなんですが、今回は奥としまして、どちらかといえば国内の報道機関であるこの共同通信に、皆さんお気をつけくださいと一言言うところからスタートしたいと思いますね。でところで皆さん、皆さんも、学校学生時代だった、義務教育を受けてらっしゃった時代あると思います。その時情報リテラシーって言われたことないですかね。でもその情報リテラシーって何なんですかね。ニュースをいっぱい見れば情報リテラシーつくんですかね。こんなフェイクまみれのニュースが氾濫しているのに、本来はリテラシーというかには選別し真偽を確認することができる能力のはずなんですが、しかして時系列を知らない人間に果たしてそれを知ることができるでしょうか。できないんです。でも今の日本の学校教育においては近現代史が激しくおざなりであります。私もそうですね、はい。学校高校までの日本史世界史で習ったのはせいぜい二次大戦が始まって終わるぐらいまでです。その後戦後日本がどうなったか、戦後世界がどうなったかというのは学校で高校で一切習いませんでした。それが今の学校教育の現状なんです。そんなものでリテラシーをつけようなど肩払いたいわけであります。なぜそんなことをしているか、皆さん日教組ってご存知ですかね。そう、学校教師教諭そのものが情報扇動する一媒体になりたがっているからであります。そこにもやはり嘘がある。だからこそ自分たちが信じている嘘を生徒たちに植え付けるために近現代史、特に現代史を学校教育でやらない、やれないのであります。もし事実をありのままに教えてしまったからには、教師の言ってることが嘘であると気づく悟い子たちが必ず出てきてしまう。それでは困るのであります。せめて情報を知らないままにしておきたい。そこから知る者もいるだろうが、でも卒業するまでは、受験の間までは知らないでいてほしいというのが御職に乗られた教師たちの姿なのだなと今になってみる私は思うわけであります。マスコミの虚偽、この君の会は公正な報道を訴えかけております。報道の自由と公正な報道ですかね。いいですかね。でですね、公正とは何でしょうか。正しく事実にのっとって平等、平等じゃないな、まさに公に平たくやるべき、公にまさしく正しく伝えるべきものであります。事実にのっとらない、事実を持ったあるいは隠した報道が今この世の中にいかに多いことか。例えば桜を見る会で、反社勢力がいたんじゃないかって話題、皆さん聞いてますでしょうかね。私も何度も聞いております。ところでこれいつの話か2015年なんですけど、その対象の反社勢力、確かに最終的には今現在においては反社には間違いないでしょう。はい、ジャパンライフって会社なんですけど、ネズミ講で有名な会社です。私らの動画、我々の動画検索されている YouTube でも結構ですし、ニコニコ動画とかでもいいです。ジャパンライフで検索してみてください。おそらくとある解説動画引っかかるはずです。その動画見ていただければ、いかに腐った団体であるかは、想像に難くないことでありましょう。当然その代表者たちが
反社会勢力なのは間違いない。ただしです、時系列を遡ってわざわざ反社勢力でない、認定されてない時代のそのジャパンライフの代表を呼んだからといって何も恥じることもないわけです。なぜか当時は有料な新興企業だったからです。はい、そうなんです。大抵こういう今現在反社になってて犯罪を犯してしまった会社の多くは一時期非常に優良な企業であったものが大半です。業績が素晴らしく、その当時においてはまさに新興の企業だった。だから桜を見る会に呼ばれたはずなんです。でその後その利益の得方が実はおかしかったということが判明して、今現在は反社会的勢力に成り下がってしまったこのジャパンライフなわけです。マスコミはその時系列を語りません。いつの時代、いつの時期に反社会的勢力になったのかということを語らない。それを語ればそれが漁食であることがバレてしまうから、それを語らないことによってそれをあえて隠し報道しないことによって、先ほど申しました情報リテラシーを持たないあるいは弱い人たちに対して、ああ反社会的勢力呼んでるんだから首相が悪いんだと情報を植え付けたいです。本当に根性がひん曲がってるなと私は思います。実際私は今に至るまでご覧桜を見る会がサジ以上の何者でもないし、どこに問題があったのかすら見えてこない。いやでも何がしたいんですかね。おととい申し上げました、シュレッダーを見に行って何をしているのか、本当に正しく情報を伝えたいならばそのあるべき情報を正しく持ってくるということからまずスタートしなければいけないし、出どころも確かなものを使わなければいけないはずなのに、それをやらない野党と特定アジアと、そしてマスゴミです、ね、最後はマスゴミと言いましょう。日本のマスコミは基本的にマスゴミです。ゴミです。使い物になりません。自分たちの報道を植え付けようとする勢力に違いありません。皆さんもぜひとも一回立ち止まって、この報道は正しいのか必要なのか、本来もっと重要なことがあるんじゃないかということをお考えください。その結果やはり大事だと思うのも個人の自由ですし、違うと思うのも個人の自由です。ですが一旦1分でも2分でも結構です、30秒でもいい、それを立ち止まっていただくことにこそまずは第一歩があるんじゃないかと思いますので、それを訴えかけることで1本目終了したいと思います。ありがとうございました。